人生はだましだまし。田辺聖子。惚れる。女は自分が惚れた男のことは忘れても、自分に惚れてくれた男のことは忘れない。これは昔、私が書いた恋愛長編小説の一節であるが、原文は少し違っており、人は自分が愛した者のことは忘れても、自分を愛してくれた者のことは忘れない。というのであった。小説の中では、この方が座りがよく、雰囲気が出る。しかし、アホリズムとしては、人は女に、愛するは惚れるに引き直した方が、意味がよく分かって具体的である。女が男に惚れて片思いをするとする。恋は想像力の助けを借りて、相手の男を嫌がう上にも好ましく思わせていく。女はいよいよ思い詰める。恋を打ち明けようか。自分から口説くなんてはしたないと思われないかしら。しかし、積極的に出なければ、とてもあの薄らばかには、もちろんこの悪態には切ない恋心が裏打ちされているのである。気づいてくれない僕年人にやるせない恨みの涙いっぱいというところで通じないだろうし、と女はため息をつく。ついに思いが高じて爆発し、女はえい、一か八かやと積極攻勢に打って出る。現代のひ弱男のこと、ビビって逃げてゆくのもいるだろう。個人的思考もあるだろうし、男のお家の事情もあるだろうし、男の中には、受けて立ってもええけど、今は時期が悪い。もうちょっと時期、ずらせまへんか、と残念がっているのもあるかもしれない。結果として不発に終わった場合、女はイソップのお話ではないが、狐と酸っぱいブドウの関係となり、可愛さ余って憎さが100倍。あんなあかんわ、あいつアホや、ということになってしまうだろう。そうして、ああアホらしい、あんなやつのためにイライラガツガツして、あたら貴重な人生の時間を浪費してしもた。と反省。まあすべて、これ皆人生勉強や。と割り切って開き直る。くどいて振られただけやんけ。別にどうちゅうことあらへん。忘れてまえ。かくて女は恋した男を忘れるという段取り。しかし、人生いろいろである。男の中には、折から時期もかない、何がな、おもろいこともがな、と待ち受けているのもいる。そういう男には、女から言い寄られるという予期せぬ出来事は、天来の幸運である。待ってました、というように受けて立つのもいるだろう。男と女、熱の上がり方に差があるとはいえ、それも恋に陰影をもたらして愉快だろう。思いが叶った女は有頂天であるが、男は出遅れたため、いろいろ気持ちの運転期間の調整をしたり、欠けている部品の調達に忙しい。しかしやっと運転開始、しばらくは蜜月が続く。恋が叶って、言うことなしの人生至高至福の時である。時を止まれ、と思うのはこういう状況の折の願いであろう。しかし、人生にはそういう時間は長く続かぬことになっている。次第に齟齬をきたし、きしみ始める。というのも、女は注文の多い種族だからである。自分と等質の愛や恋を男に要求する。しかし、
男の在庫にはその種類の商品はない。男という商店にはその手の商品を扱っておらず、これでは飽きまへんか。タイプは違いますけど、性能は同じです、と別のものを勧めたりする。女は承知しない。求めるものをそっくり要求通り提出すべき、と男を恫喝する。そのくせにだ。男が自我を貯めて女に同調すると、女はまた気に入らない。そこまで惚れてきた男を今度は見くびってしまう。優しい男、自分の思い通りになる男が好きなくせに、そうなるとは見くびるとは、なんと女とは天の邪悪なものだろう。わざとのように逆らってばかりいるが、その実女にしてみれば真剣なのである。私間違うたことを言うてますか？という気だから男は助からない。女に尽くせば尽くすほど、女は男を組みしやすしと飲んでかかり、無理難題を言う。やがて好むと好まざるによらず、別れの季節というものが巡ってくる。あらゆる恋は花を咲かせたらしおれるものだから。別れる予感が感じられたら、女は大変なテクニシャンになる。ありったけの知恵を絞って、男の愛をよみがえらせ、男に今までになく自分を愛おしいと思わせようと努力する。二人の愛をつなぎ止め、思考至福の時を再び、と意図するためではない。実はそれは、別れるための工作であるのだ。いや、女というものは、観察なものであるのだ。男はうまうまとそれに乗せられ、以前より女を愛しているような錯覚を抱かされてしまう。そこで女は別れていく。こういうアホリズムはいかがであろうか。女は愛されてると確信したときに別れられる種族である。これは源氏物語の六条、御息所を見てもわかる。年上の御息所の情熱を受け止めかねて源氏はたじたじとなっている。御息所は恋に疲れ、物思いに痩せ、伊勢の最遇となった娘について伊勢へ下ろうと思う。源氏がもしそれを熱心に止めたら、むしろ御息所は安心して下れるだろう。源氏の愛が確認できたら別れやすい。あるいは、ああそう、どうぞご自由にと、冷たくあしらわれたら、これもまた恋を思い切って今日出る理由になる。しかし源氏は、私の気持ちは変わりません。長い目でご覧くださいよ。などと、その場限りのお上手で言い繕って、余計御息所を混乱させるのである。御息所は源氏の妻、葵の上を嫉妬するあまり、もののけとなって取り付いているという世間の噂にも心を痛める。それは御息所の心得とは言いながら、自分の無意識世界のことなので、自らが負うべき罪とも言えないのだが、御息所としては、源氏が伊勢へ行かれるとはとんでもない、私が許しません。強く反対してくれればと思う。それなのに源氏は、私を捨てていこうと思われるのももっともですがね、などと持って回った言い方をして、御息所を苦しめるのである。そのうちに御息所の出教の日が近づくにつれ、さすがに源氏もいたたまれずに、御息所を訪れる。折しも嵯峨野の秋、枯れ枯れの
虫の音に松風、物寂しい夜、二人は語り明かす。原点にはあからさまに書かれていないが、二人は最後の別れに臨んで愛の時間を持ったと解釈すべきであろう。源氏はさまざまな事件で見やすどころと疎遠になっていたものの、面と向かえばやはり見やすどころの魅力に魅せられる。美しい教養高い貴婦人、源氏が一時は深く愛した女人である。源氏は哀れとおぼし乱ること限りなし。伊勢などいらっしゃらないでください、思いとどまってください、私のために愛しています。ついに源氏は言った。見やすどころの聞きたかったその一言を、その時の感情は嘘ではない。見やすどころはひそかに決心がつく。愛されているからには別れられると思う。夜はようよう明けてゆく。源氏は見やすどころの手を取って離さない。男は過ぎし日の恋を思い出して、今更のように見やすどころに未練が湧き、見やすどころは迷いながらも明け方の空の霧が晴れるように別れの決心がついたのを寂しくも哀れにも思うのである。自分が惚れた男でもそんな風に別れで完結すると女は忘れてしまう。しかし惚れてくれた男は忘れないとはどういうのであろうか。これは私の思うに、自分の方に余裕があり、その男から熱を上げてきたんだから、取捨選択の自由は自分にある、という自信のせいであろう。惚れてくれた方は、日も夜も忘れないかもしれないが、こちらはついつい失念しており、この間、手紙を書いておいといたんですが、読んでいただけたでしょうか、などと遠慮がちに男に言われ、そんなことありましたっけ、私ブティックのセール案内とばっかり思って、クズカゴに捨てちゃった、ごめん、なんてことになったりする。しかしながら、言い寄ってくる男というのは、懐かしくも憎めない。たとえ自分の好みと違うと思ってもだ。若年の見切りは、ああ私のタイプじゃないとなると、一刀のもとに切り捨てる。取り付く島もないという手荒い扱いであったが、人とし拾うというか、年が閉まるというか、浮世の仕分けを知り尽くした年ともなると、思いがけぬ恋の告白を聞いても、いやあ嬉しいことを聞かせてくれるわね、この年になってまだこんないいことあるとは、なんてあしらう。これは要するに、現代は女をもおじんに、あるいは侍にする時代だということであろう。働いている女は義理と人情のしがらみで縛られ、心のままに動けないのが現代人間社会の現状である。女にしっかりした働き手が増えるということは、女も男のような生き様を踏襲させられることがある。男に言い寄られて、後者さするにあまりあり、奉仕かたじけなく痛み入るが、周りを見回して自重自制自粛を強いられるのが女の人生となってきた。これは女のおじんか、または侍かという、巧みに立ち回って講師に報いるというやり方もあるが、女も役付けになって部下を持ったり、その部下から言い寄られてもどうしようもない。孔子に報い得ないのは人生の痛恨事である。と言って、若い時ならいざ知らず、
水魚の座興にごまかすこともできない。実人生でその男と別れても、口説かれた思い出は内向して美化される。なお言えば、男の惚れ手には惚れた弱みという引け目がつきまとい、それはなかなかに良きものなのだが、女が男に惚れたって惚れた弱みのいい風情は漂わない。何しろ女は、私間違うたこと言うてますかの大家だから、鼻っ柱は強い。弱みなんか薬にしたくもないのだ。女は漠然とそれを感じて、惚れてくれた男に好意を持つ。忘れられない、ゆえんであろう。